こんばんは、林です。今日はですね、ハッセルブラッドの 907X と CFV100C に 45P、ハッセルの中でもかなり小さい部類に入る 45mmF4 のレンズをつけて POV スナップしていこうと思います。これはかなり中盤の中でも最小最軽量の部類に入る組み合わせだと思うので、ちょっと軽快に撮っていこうと思います。はい、それでは POV 形式で見ていけたらと思います。ファーストカットはこの自転車を撮ってみました。なんか周りにすごい植木鉢とかがあってたくさん情報があったんですけど、だいたいねこの情報たくさんあって光差し込んで影複雑になってたらいい絵に見えちゃうっていう状況ですね。実際にはなんて言うんだろうな、そこまでこういい絵かと言われると少しこうね情報が雑多な感じがするので、なんかこう雰囲気の情報量に飲まれてシャッターを押したっていう感じのファーストカットですね。はい、いやーで今回は、オズモポケット3で撮ってるんですけど、なんかねちょっとこう不安定というかボケたりしてるとこがあって申し訳ないです。次のカットは、このなんて言うんですか、4連続ミラー、だからこの狭い間隔でミラーあるの珍しいなぁと思って F8 ぐらいまで絞ってちょっと不思議な感じになったらいいなと思いながら撮ってみました。右下のらへんのなんか影が気に入ってますね。影の色というかがなんかミラーよりも右下の影がなんか気に入ってるっていうようなカットになります。ちょっと不思議に撮れて、こういうね不思議なカットを量産したいんですけどね。次はちょっと見にくいんですが、上から下に向けて3つのね車が、同じ車が止まってたのでそれを撮ってます。でちょっと歩行者来る気配あったので歩行者も入れようと思って切ったのがこれで、左上にね地味に歩行者がいて車3台が歩行者を見てるみたいな雰囲気で撮ったカットになります。で車ってなんか日が入ってると車ってこうボンネットとかに光が反射してやたら綺麗に見えるんですごい撮っちゃいますよね。ちょっとまああんまり僕カメラそんなに斜めにするの珍しいんですけど、少しこう今回は 35mm なので、まあ、ちょっと動きをつけたいなと思って撮ってみたカットになります。いつもは 50mm ぐらいが主体なのでちょっと広角ですね。でも本当にちっちゃくて、この本当にこれ中盤かっていうぐらいちっちゃいですね、この組み合わせだと。ここはですねちょっといい光が階段の上の方に入ってたので撮ろうかなっていうところで、すいません、なんか僕袖がモコモコしすぎてて基本ピンがこのモコモコに引っ張られるっていう状態に今回前編なっちゃってまして、本当申し訳ないです。ちょっとモコモコ禁止にしようかなと思ってます。はい、階段の上の方の光ですね、はい、を切り取ってみました。でちょっとまあ斜めにカメラしてるので後からこのパースだけは補正して縦線がしっかり出るようにしてるっていう感じですね。いやでもこれなんか肉眼のが綺麗だったかなっていう感じします。でもう少し行ったところで、さらに光が綺麗に入ってるなと思ったのでもう一回撮ってますね。いやほんとすいません、モコモコにピンが、皆さんオズモはねモコモコにピンを取られるので本当気をつけて、POV 取られる方は取った方がいいかもしれないですね。はい、っていう感じで、ここはなんかちょっとだけこう丘みたいになってて少し上の方に通路があるんですけど、なんかそことの関係もなんか若干この幾何学的な感じがして、このカットは気に入っております。でたまにはちょっと縦位置で撮るかということで木漏れ日が入ってたので、縦位置で撮ってみました。こんな感じですね。45P をまあ近めで使うとこんな感じの雰囲気になりますよっていうカットかもしれないですね。でまあ逆光耐性とかもかなり強いレンズなのであんまりこう破綻することはないですね。でもなんか逆光でこう雰囲気作って撮るっていうにはちょっと 45P だと F4 なのであんまりボケないし、どっちかっていうと順光からサイド光、まあ半逆光
ぐらいでこうなんか質感を作って撮っていく方が僕は 4.5P の使い方としては向いてるかなという感じがします。なんか逆光撮るならもっとこうふわっとしたレンズ、それこそハッセルのフィルムのハッセルの 85mm の F2.8 とか、なんかそういうレンズの方が逆光は合うのかなっていうふうにちょっと思ったりしてます。はい、次はですね、ちょっと引き続きモコモコピンなんですけれども、ちょっとこう手前に葉っぱがあって奥にこう家が一軒見えてるっていう構図がちょっと面白い気がして撮ってみたカットですね。なんか意外にこういうの撮ってること少ないかも。いつもやっぱちょっと望遠だから前景入んないからですかね。なんかちょっと今回広角目なので少し新鮮ですね。換算 35mm ですね。はい。で、こことかは本当にこう、いい道というか、とにかく僕、道撮るの大好きすぎて、これかなり僕の中で理想に近いカットですね。これ何が理想なんだって言われると難しいんですけど、多分地面に来てるこの光で、いい道だなって思ってるんですかね。なんか道って不思議ですよね。この道めっちゃいいなっていうとこあるじゃないですか。でもなんでいいのって言われると、いやなんでなんだろうみたいな感じで。ね、こことかはすごい好きな道だし、かなりこう好きな感じに撮れて嬉しい一枚ですね。ここはこの黄色い車の木漏れ日が入ってるのがすごい綺麗だなと思って撮った一枚ですね。ウエストレベルで撮ってるんでちょっとねカメラ映ってなかったんですけど、で僕が映っちゃってますね。なんかでもやっぱりこの黄色の深い色とかってハッセルすごい出やすいのでいいなぁと思うんですが、このカットの構図はどういうのが正解だったのかな。一応奥に車通ってるとこ狙ってちょっと右端のとこに、ね、動きつけてるんですけど、なんか別の正解の構図があったような気もしますね。次はなんかすごい綺麗な公園の入り口みたいなところに門があったので、門を撮ったカットですね。はい。まあ、ものすごい気度差なんですけれども、まあ、ハッセルだったら全然問題ないっていう感じで、なんとかこう絵にまとまって、こう斜めのね、光が入ってるのがすごい綺麗で、あと門なのでちゃんと正面から撮って水平垂直も出すようにということを意識してちょっと綺麗な絵になるように撮ってるっていう感じですね。いやでもここはすごい綺麗だったな。いい時間帯ですね、すごく。でなんかさっき丘を登ってきて、丘の下だともう日が暮れてるんですけど、丘の上なの でここがねまたいい道なんですよね、すごく。これ今回の多分ベストショットですね。すごい、まあ、地味なカットでただ道を取ったカットなんですけれども、この右のね手前の前ボケからこう奥に続いていく道とその木漏れ日がすごいこう幾重にも重なっていて、そこのね家の壁に結構複雑な木漏れ日が落ちてるのと、あと自転車が3台ぐらい止まってるのかな、一気にちょっと不思議な止まり方してるんですけど、自転車がいい味を出していて、ここは完璧な道だし、かなり思い通りに撮れたカットですね。ただ道撮ってるだけなんですけど、なんかだんだん最近道を思い通りに撮れるようになってきた気がして、いやなんでなるかわかんないんですけど、なんとなくこう理想の道端の撮り方みたいなのができるようになってきてるような気がしてます。はい。でちょっと自転車が独特だったんで、別の角度からその自転車の、まあ、寄りというかを撮ったカットですね。ここすっごいね木漏れ日がほんと複雑で面白かったんですよね。今回のなんかベスト環境でしたね、ここは。で少し下ったとこにある、道をもう一枚、ここもなんかね奥がこう感じられるというか、奥からの光でポールに影がこう右方向に出てて、ここも良かったんですよね。で左のやっぱり木漏れ日がいい仕事をしてますよね。なんか今日は本当いい道だったなっていう感じです。ここはちょっと見えにくいんですけれども、木に当たってる光が綺麗で撮ってみました。なんかこの丸くね綺麗に手入れされたこの木の左上のこう光がねすごい綺麗だったので、ちょっとね大胆にトリミングしてみました。あんまり寄れなかったので、でも全然2倍ぐらいトリミングしても
ね、1億画素なので元が全く問題ないのが、さすがハッセルという感じですね。これはこのメーターですね、よくある。でもちょっと光がないんですけど、なんか質感が出るかなと思って撮ったのがこのカットですね。やっぱりなんかこういう質感撮りたくなるのって、やっぱりある程度こう高性能なカメラじゃないと撮りたくならないなと思っていて、やっぱりハッセルとか、あとはシグマのフォビオン系はこういうとこやっぱ撮っちゃいますよね。なんかなんて言うんですかね、写真としてはそんなにこう意味のある写真ではないけど、なんか後からこうデータを見て楽しい写真みたいな感じでこういうのはよく撮っちゃいますね。で、ここはなんか遊歩道って書いてあったので、なんか一瞬私有地っぽかったんですけど、遊歩道って書いてあったので OK なのかと思って入ってきて、すごいここもいい道でしたね。で、家の近所でこういう知らない遊歩道的なやつ見つけるとテンション上がりますよね。すごいいい道でした。で、やっぱり道を取るのに 45P すごい適してるなと思って、やっぱ換算35っていいですよね。50だと少しこう切り取っていく感じになるんですけど、換算35だと本当見たまんまの感じで撮れるというか。なので 38mm の、ね、F2.5 買うか迷ってて、やっぱり 45P は若干ピントが迷うし、うるさいし遅いっていうところが欠点で、長所としてはやっぱめちゃくちゃね小さいんですけど、ちょっと欠点はあるなと思っていて、ただね、35mm 50万円ですからね、買うかっていう感じですね。ここはかなり、諦めるぐらい気度差がある環境なんですけれども、ハッセルだったら全然大丈夫。まだまだシャドウは自然になるぐらいであんまり上げてないんですけど、もっとシャドウを上げても、まあ、全然残ってるっていう感じで、ハッセルだと気度差で諦める場面が少ないので、まあ、何でも撮れちゃうなって感じですね。ここは水面の反射を狙っていて、で、散歩してる人がいたので水面になんかうまく反射したタイミングで切ろうかなと思ったけど、狙った構図に入らないことに気づいてそのまま切ったっていうカットですね。でもなんかすごい好きなカットで、こうウェットな感じというか、まあ、文字通り水濡れてるんでウェットなんですけど、その感じの質感も出てるし、このリフレクションの綺麗さも出てて、こことかは肉眼で見てるよりカメラを通してすごくいいなって思えたような場所でした。でなんか早咲きの桜が咲いてるのを発見して、いやめちゃくちゃいいなと思って1枚切ったんですけど、なんか子供がボールを取ろうとして近づいてきてるのに気づいて、その子を端に小さく入れて、左側の人も入れてもう一枚切ってみました。こうやっぱり人が入るといいですよね。でちょっとこうアクセントになって、しかもそのオレンジのボールとオレンジの服を着てて、しかも反射も出てるっていうね、すごいいいタイミングで切れたなっていうようなカットですね。で、石を渡ろうかと思ってたんですけれども、実は僕今ぎっくり腰で結構もう腰やばいなみたいな感じで渡るのを諦めて手前にある葉っぱを取ってます。でちょっと暗くてシャッタースピードが30分の1まで、落ちてるので、ブレてないかなって確認したらめっちゃブレてて、もう一回切るかと思ってもう一回確認したんですけど、これもめっちゃブレてて、やっぱり1億画素だと、手ブレ補正がないんで30分の1きついですね。35ミリなんで、で3回目で、息を止めて撮ったら、まあなんとかブレてないみたいな感じなんですけれども、焦点距離分の1秒ぐらいのシャッタースピードまでで限界かなって感じがしますね。なのでその辺はやっぱり X2D の方がすごい安心だなというふうに思っていて、やっぱり、CFV100C は手ブレ補正がないっていうのは欠点としてはやっぱりあるなっていうのは感じつつって感じですね。はい。でもやっぱり圧倒的にね、この小さいのと可愛いのと質感も高いし、僕は CFV 派かな、 X3 もまだ手元にあるんですけど CFV 派かなという感じですね。ここはビニールハウスにちょうど、夕焼けのね直光が入ってたので、すごい綺麗で撮ってみました。このなんかビニールハウスとか撮っちゃいますよね。
で、こっちは光は入ってないんですけど、ちょっと独特の質感があったので、寄って撮ってます。ちょっとピンが不安だったんで、一回下の合わせやすいところで合わせて撮るっていう感じで、やっぱりこういうなんか質感のカットはハッセルだとこれも撮りたくなっちゃうカットですね。あとなんかこういう雰囲気のなんかちょっと開けてる手前にピンを合わせるべき物体があるっていうシチュエーションめっちゃ好きで撮っちゃいますね。で、手前のこのなんていうんですか、緩い柵みたいなやつに、木漏れ日がここも入っていて、とても綺麗でしたね。このカットも好きですね。今日の中だと好きなカット、これって、最後のカットですね。これは遠くの木に鳥がいるなと思って、そこにちょっと雰囲気を感じたのと、あと木にだけ光が当たってたので、ごめんなさい、もうピンボケなんですけど、撮ってみたっていうカットですね。はい、ちょっとね小さいんですけど鳥が止まってます。という感じで、今回は POV フォトグラフィーやってみました。ちょっとね、実はぎっくり腰やばすぎて家の近所しか歩けなかったんですけど、まあ、もう少しこの豪華な場所というか、いろんな場所で、これから POV フォトグラフィーやっていこうと思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでこれからも POV スナップのコンテンツ上げていきますので、ぜひぜひ高評価チャンネル登録いただけたらとっても嬉しいです。ということで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。